はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、はい、こちらワールド名今、まあ、より一の王と、まあ、つけているんですけど、まあ、あの王シリーズというものをやっているんですけど、さすがに今回はこれは専用ワールドでやらないといけないぐらいの、ものですので、今回ちょっと専用ワールドでやらせていただきます。はい。で、その蛇の王でその倒していくみたいなシリーズとかは多分昨日多分投稿されているのかなと思いますので、過去シリーズもよかったら丸の王的なね、でサバイバルっていうのがありますので、よかったら概要欄で見ていただきたいんですけど、今回は、まあ、まずワールド入りましょう。ハードコアです。これはね、ハードコアでやっても大丈夫。ハード多分今までの王とは違うと思います。でさらに今回、より一の日輪刀も出す予定です。それ以外は出しません。まあ、まず見せましょう。はい。さあ、初期ワールド値最高か？なるほど。初期値がここね。はい。で、ちょっと今回はちゃんと皆さんにお見せしながら、ちょっとやりたいんですけど、まずクリエイティブモードにします。はい。そして今回、クジラ様が、概要欄に、チャンネル貼っておきますので、よかったら見ていただきたいんですけど、このクジラ様がなんとですね、こちら。まあ、今まで、蛇の王の触手、そして音の王の触手と、作ってくださいました、うずいさんのとイグロさんですね。よかったらそちら見ていただきたいんですけど、今回はこちら火の王の触手、まあより一の触手ですね。これなんですけど、いきます。ジョギーン、これやばくない？これより一の日輪刀ですよ。これは完全に。で、後ろは後ろはこんな感じです。もう本当に鬼の王って感じだよね、見た目的には。そして技なんですけど、こうお見せするから Z 技いきます。はい。このようにダッシュしながら、より一の呼吸を打つことができると。これ多分強いですよ。過去のね Z 技もすごい強いので、これもちょっと使っていきましょう。でもちろん、鬼の王というかより一の王なので、血を1個、無惨様の血を、1個ゲットします。そしてさすがにね、格闘がついてるより一、より一の日輪刀12は使うのはさすがにせこいので、こちら、日輪刀より一これのみでいきたいと思います。そしてこれをすることによって太陽の克服をし、無惨様の血を昼間でも飲んでも大丈夫と。では行きましょう。これでスタートです。さあ、血を飲んでも燃えませんと。いやー、本当はね、本当により一の真のより一に近づけるんだったらエンチャントっていうかね、格闘エンチャント12をつけるべきかなーとも悩んだんだけど、まあそこまでしてしまうのはさすがにいけない。てかこれ最初リッチーって思ったけど、待ってくれ、これあーやばいかもな。これ無限列車が初期リスはいいんだけど、あーこっち海か。待って、それは予想外だな。こっち海ということは、あ、やばいね。周りが、サギリ山、そして、ナタグモ山もあるかな。ナタグモ山、多分どっか奥にあるんじゃないかな。しかない状態で、平原がないということは、食料不足。まあ、急げ。ほら。いやー、ちょっと、より一の方はこれ、いや、かっこいいな、マジで、これ。これ、早くちょっと、Z 技打ちたいぞ。より一の日輪刀で火の呼吸を打ちながら、この Z でより鬼の王というか、より一の王の技を打てるっていう。これでハードコア100日じゃなくて、通常ハードコアで無惨倒すっていう単発いいかもしれない。それもちょっとまあ好評というかでしたら、ちょっと考えたいと思います。まあとりあえず今回はね、より一の王のまあその強さというか、触手の強さをちょっとお見せしするっていう形にはなると思うんですけど、いや待って、ここ平原あってくれよ、探すぞ平原、平原、海、あな、おお、神、神、待って、これ神やった。待って、ちょうどある町、町でしょ、町、町か。ちょっと待って、怖い怖い怖い、あっつ、びっくりした。待て待て待て、故郷素敵2個か、2個。いやでも待て、これで食料問題、さらになんだ、なんかいろんな問題が解決するぞ。これ日輪刀も確か町にあるから、ベッド一応取っとく、一応、あ、これこれこそ、ほら素晴らしい、つえー、あれ
回ちなみに鬼なので、あれなんですよね、進捗は上がらないと、でより一化もできないと、それがちょっと厳しいかな。本当だったらちゃんとね、その本家の大シリーズだったらより一化してみたいな感じなんだが、おお、ミクソ、どっちだったっけ、多分こっちだな。私の一番求めているものがここにあるのである。まあまずはね、まずここで食料と、ここに本があると、よしよしよし、いいですよ。この本によって、まあ格闘さすがにね、12は無理だけど、よし、こんだけあればいいでしょ。格闘のエンチャント5を目指していきましょう、これで。いいんじゃない?これで、とりあえず。で、作業台を作り申して、早く戦いてー!より一の職種を試したい!まあでもちょっとさすがに夜までに準備は必要なので、まあでも、これで、日輪取るでしょ?で、まあ、使いはしないけど日輪とこれあげることによって水のとは達成と、これで鬼だけど少し強くなれた。これあると楽だね、これ一気に進める。あ、血発見、やっと血1個見つけた。思ったよりなかった血が。いや1個か、多分ね、鬼の血は3個ごとに血のステータスが上がるんですよ。鬼の能力がアップしましたみたいな。だから1個だと意味ないんだよね。あった、よし、もう一個、もう一個あってくれ、なんかもう一個欲しい、もう一個くれ、俺に血をくれ、あったー、俺に血をくれ、ありがとう、センキュー。もう一個あったら最高。もう一個ないか、オッケー、いいよいいよ、これでとりあえず、まあもう一個あったらもう一段階上げれたんだけど、まあないね。じゃあ無限列車行きましょうか。とりあえずちょっと血を飲んでおこう。いただきます。1,2,3,4,5と、え、なに、びっくりした、ちょっと試していい、おら、あ、当たんないの。じゃ、一発、殴ってから、はい!あれ、ちょ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 。あれ、あ、そっか、クールタイムか。ファッ!ファッ!オッケー!ちょっとごめん。すごい今、見づらかった。まさか水に落ちると思わなかった。あれなに、あれなに、あー、玉子、第二段階、あー、柱三人、あ、地獄地獄地獄、あんなとこ行けるわけね。待って、でも、玉子倒したら、あれ、今、玉子やられたよな。わわわわわわわ、やばいよ、あー、やばいよやばいよ、待って、今あそこに誰かいるかな。いるよね、確か今あそこに誰かとどまってるよね、柱。玉子の血がさ、あー、いるよねいるよね、あれ玉子の血を、ひひひ、ダメだダメだ、クソ、玉子の血をいただこうかなと思ったけどさすがに怖い。ちょ、 Z 技使いたいぞ。じゃあやるか。さあかかってくるのだ、さあクリッパー君たちをかかってくるのだ、こちらに来るのだ、さあ来なさい、行くぞ行くぞ、こっち来い、ゼッツ、うおー、やーつえー、すべてを投げ倒した、あった血、よしよしよし、これで進捗上がる、進捗っていうか鬼の血が上がる。無限列車ハードコアということを忘れるな。ハードコアだから、ハードコアの状態で無限列車に行くということは死を意味するが、しかし、いやー、エンム様は無理だよな、さすがにエンム様は無理だよな。わ、パパーってパパーって来てる、やめてくれ、すまねすまねー、カメさん、やべ、なんだと、ダニ、よし、うっ、あっ、あー、びっくりした、ロクロ君は仲間だもんね、僕の仲間だもんね、ロクロ君。うわー、しのぶさんだ、やべえ、これハード、あぶねえ、ダメだ、やっぱダメだ、やっぱまだちょっと怖い、これハードコアだぞ、いくら13の方持ってるって言ってもさすがに怖いわ。これちょ、鬼殺隊に Z 技使おう、よし、どうだ、落とした、よし、落としたけど僕が欲しいのはこれじゃない、僕はこれを持っている、これはこれと一緒です。ちょっとこう、なんとかこれ履けないかね、逆にしてくんない、これよくあるじゃん、服をさ、なんか子供の頃さ、ズボンにしてバッて履くみたいな。頑張ってくれ、夜市、もう何だったら頭につけていいぞ、なんかくそー、しか足につけたいのに、なんとか履け、頑張って、足に体育を無理やり履くのだ、マジか。
一体何よあなた、やめなさいよタコ。